この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ王子の長谷明則記者です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。7日間開催で行われております西日本スポーツ杯、本日シリーズ4日目を迎えました。4日目ということでちょうど折り返し地点でございますが、はい、まだまだ顔色を見ると元気そうですね。元気元気頼もしい限りでございます。予選に関してはね、5日目の第10レースまでということで、まあ、予選突破準優勝枠をかけた戦いが連日繰り広げられております。はい、まずね3日目終了時点でのお話なんですが、山崎群選手ポイント見ると頭一つ出てますね。抜け出しましたね。はい、船足もいいし、うん、好調ですね。はい、うん、以下ですね、カジノ選手、青木選手と主力陣が続くんですが、その主力陣の中にも今日は勝負かけという選手も意外と言います。はい、18位まだ入ってない、下にいるからね、はい、ここちょっと上げとかないといけない人が何人かいますね。そうですね。はい、まあ、そしてね今日、まあ、コンディションもいろいろ変わったりしておりまして、はい、そしてねモーター、そしてボートについては使い納めなんですが、うん、動き全体的に見てどうですか。使い納めシリーズでしょ。うん、いいのと悪いのはっきりしてるでしょ。はい、この天気が悪くてグズグズしてる時っていうのはもろに下がれますね。はい、やはりあの実績のあるとか数字のあるモーター、うん、まあ、でも数字だけでは、ね、語られないけど、はい、いいモーターはやっぱり動きがいい、うん、成績良くても悪いモーターちょっと船足は不安というような感じの見れますね。はい、今見てこの感じも出てる人、中堅出てない人ってなんかちょっと気力差はっきりしてます ね明暗がねちょっと分かれるような形になってますが、はい、ただねまだ予選続きますのでね、はい、もう一踏ん張り二踏ん張りというところでしょうか。うん、それではね、シリーズ4日目の展望番組でございます。長谷さんにはいつもの通り2レース予想していただきました。まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。まずは注目レーサーのコーナーです。注目レーサーは山崎群選手、注目ポイントお願いいたします。80から90点の出来、うん、もう少しで超抜群に。いやいや山崎群選手、うん、私なんかから見るともう今現段階でもかなり出てるように。あ、今で抜群です。うん、懲罰になるのもう少しですよ。本人が言ってたんですよ、今は80から90点の出来ですよ。はい、満足してますけど、うん、まだ欲張ってみたい。でも昨日は伸びが落ちずに出足がついてきて、はい、全体的にいい足なんですよ。うん、本人曰くまだ伸びしろあると思います。いやいやだからいいんですよ。はい、成績もいい、船足もいい、でももっと出る可能性が。ただ本人冗談でね、はい、僕にもっと調整の引き出しがあればですね、はい、いいんですけど僕はそこがないんですよ。だからそこがあと2個3個増えれば SG に行けますよ。はい、君はいける、うん、絶対大丈夫だからって言って、はい、だからもっとね今でも本当に上位だけど、はい、トップ級っていうかもうダントツのトップ級にね、うん、仕上げていただきたいですね。伸びしろ考えるとね楽しみでございます。うん、進入予想は動きなさそう、枠なりでしょうね。うん、もうピット離れ、昨日深水選手ちょっとピット離れ悪かったんですけど、うん、まあここもうまくいって枠なりするでしょうね。はい、印見てまいります。山崎群選手もちろん二重丸なんですが、ここね船足で言いますと、うん、青木選手がね、はい、まあ本人のコメントは普通って言ってました。うん、というのが違和感があるのを一個ずつ消していく作業をしてるけど、まだね、はい、出足関係そっちの方に違和感が残ってる。はいはい、だから昨日はねレースが終わった後いろんなことしますよと言ってました。うん、ただね昨日のレースに関して言えば伸びてましたねという声がちらほら聞こえました、青木選手が。はい、だからね船足はね悪くはありません。はい、出足関係がいいのは小池選手ですよ。このね出足回り足はいい。昨日は1着6着とね、はい、大きく、まあ、着順違いますけど、はい、昨日の後半レースは展開が悪かっただけ、うん、これもはっきりしてます。はい、もう出足回り展開ついて前に押さし一番ありますよ。おだからねあとはね中田健太選手なんか本当は強い選手ですけど、うん、やっぱりこれはキレキの悪いモーターというのは正直でこれよく出したなと思ったんですよ。ちょっと言っちゃうと、うん、ずっと3節ぐらいこれ使ってなかったモーターなんで、はい、で今節出ちゃったと、うん、もちろん回転の上がりが悪いし、はい、やっぱりレースで行くと出足がないなって気がしますね。うん、深水選手も着順はまとまってますよね、3、3、2、3ってオール3連と、うん、はい、ただ
彼の場合もこれこじんまりまとまってて よくないんですよ、はい、で船出し求めて調整をやっちゃうと、うん、よくなかった、はい、っていうのは今節は2回やらせてたんですよ、うん、欲張って欲張ってしたらよくなかったよくなかった、はい、だから本当普通くらいなんとかまとめているところでしょうね、うん、松村選手もねコメント的にはピリッとしないですね、はい、なんかあんまり良くないですね、それにまあフライング持ちっていうこともあってやっぱり、はい29% って数字が今そうなのかな、うん、1年間使ってば 30% ないというのはやっぱり、はい、ということでやっぱり山崎軍選手がもうダントツの本命、うん、船足がいいのは2番と5番なんで、はい、2点でいきましょう。いやもちろんね山崎軍選手頭の予想はね、はい、重々理解できるんですが、はい、まあ、このね12レースのメンバー名前だけ見ると本当に2点でいいのって感じしますけどね。ですよね。船足だけで言えばここじゃないんですか普通なら 1,2,3 とか行きたいところですけどね、モーターが5番がいいのでね、はい、ちょっと1,5,2 になったら少しは入ってもよくなるのかなと思ったので、はい、いや今はね山崎軍選手80点90点でき僕はな50点ぐらいできなんでもうちょっと点数上げれるよね行きたいな。これ2点で上がれば点数僕も上がるでしょう。そうですね、100点目指して、ね、頑張っていただきましょう、今日の注目レーサーは山崎軍選手第12レースフォーカスは2点と思っていただきました、はい、ぜひ皆様ご参考にお楽しみください。それでは例のあのコーナー参りましょうか。はい、困った時の長谷川の2、まずは昨日に関してです、はい、昨日は1号艇が10勝でございました。強かったそして3連単満州はなしでございました。なかった。最高配当も4000円台でございました。値段がなかったいやこのコーナーね穴の匂いを嗅ぎ分けてねお届けしているんですが、穴とファンには昨日は辛かった。まあでも本命と喜んだんですよ、うん、でも昨日のレースはね、うん、まあ、進入固定のレースで、はい、まあ、小池選手が1号艇だったレースで、ね、うん、勝木選手を本、まあ、注目したんですよ、はい、ただ小池選手がインから0-1のスタート決めて逃げましたからね、はい、ただ余談になりますけど、はい、特訓で小池選手が、はい、勝木選手が1個出てったらしいんですよ。1個一定時だからもうスタート行くしかなかった。だからちょっと今日なんてね勝木選手出番早いですけどね、はい、もしこれ早いタイミングで見た方は、うん、勝木選手今日も注目してください。なるほどでは、ね、やはりねモーター気になる選手たくさんいるんですが、はい、今日は長谷さん、うん、どのレースに穴の匂いがしたんでしょうか。続いてのフリップご覧いただきましょう。11レース予選特選でございます。君島選手が1号艇のレースです、うん、ただ2日目は良くなってましたけどね、うん、昨日は調整外してたみたいですね、うん、ただ初日があまりにも悪かったのでそれ比べたらまあ今普通かな、はいはい、ただ船足としては万全ではなくて、うん、ちょっと不安要素もちらほらあるのかなと思います、はい、ここ進入はね枠なりですかね、うん、前の選手が2日連続6号艇なんでねちょっとね頭切って前月行くかということはないとは思うんですけどねはい、はい、まあ、進入枠なり想定しましょう、はい、さあ君島選手、まあ船足は目立たないけど、うん、スタートは行く選手ですからね、うん、はい、初日もインからちゃんと1着取ってますからここも先に回っての押し切りを狙うと、うん、はい、ただここね気力的にはどうかなというのが、うん、はい、竹本選手これ2連単率トップの75号機ですよね、はい、昨日のレース後聞いたら、うん、良くなってる、ほう、あのどこがあってたのか全体的になんかもう全部の部分で良くなってますよ。ほう、起こしから行き足からそこから伸びにつながれて伸びる感じもあって、はい、なんかコメントだったり聞くと、うん、全部20丸がつくかなっていうぐらいの感触でした、うん、あ、なるほど。だからやっぱりこの1年間以上、ね、うん、1年使って 50% 超えてるモーターって言ってもそれなりにこのお天気悪い中でも、うん、逆に元気ですよ。いやー頼もしいねコメントでございます。で吉田選手も今節は回ってからの直線がいいって言ってました、はい、確かにレース見てるとバックでグッグッグッとなんか行く感じがありますね、うん、はい、仕上がりいいですね、うん、で、まあ、飛ばして前の選手もこれもういいですよ。昨日も6号艇6コースか2セコに入りました。はい、なんかテンデタイムオリジナルで赤や黄色、まあ、1位2位とタイムが並んでましたね、うん、本に言ってました、はい、こんなにパワーのあるモーターは最近は記憶にないですだから僕たちの言うと、はい、反対の意味で、うん、これやばいモーターっすよこれすごいですよって、はい、いうのが前の選手のコメントでした、はい、いや
ただね、ちょっとね、主力陣の渡辺選手なんか昨日ね、連勝とした、ね、初日連勝、昨日連勝した渡辺選手を無印にせざるを得なかったのが、はい、2番、3番、6番の方がモーター出てて、はい、渡辺選手これね、27%のモーター、はい、やっぱりなんか悪い感触が出てきましたね。だから成績とは違ってモーターの感触は悪いそうです、うん、高橋選手もこれ本来ならね、もう僕この選手大好きな選手と攻めていくでしょ、はい、本社でいかんせん、うん、出足がなさすぎる、はい、本人は言ってました、伸びはちょっと弱い、うん、出足はゼロです、はい、ゼロ、うん、ってそれぐらい悪いそうです。だからモーター君島選手が握った時も、はい、モーター重視で2、3、6をいきましょう、うん、これね、ちょっと君島選手が人気を集めそうなんですが、陣容としてちょっと混戦だね。混戦だと思います。もちろん渡辺選手ももちろん名前からしても売れると思いますね。はい、ただ前の選手は6コースとかって多いだろう。うん、もろもろある。2と3考えたら、まあ、1、5とか売れそうですけどね。はい、ただモーターは2、3、6ですよ、ということをちょっと言っておきたいですね。はい、モーター重視の計6点いただきました。はい、本戦の買い目です。うん、そしてね、おじさん2人でお届けしているんですが、はい、狙い目はフレッシュなルーキーを。地元の大物フレッシュルーキー吉田翔吾選手ですね、はい、初日は6、4と出遅れました、はい、ただ2日目1着、うん、3日目1着巻き返しましたよです、ね、ここは A 級選手ばかりの中に B 級の彼がいる、うん、はい、ただ今節は今までと違うプロペラを調整していって正解出たと、うん、おお船足良くなったな、うん、まあ、前期彼勝率初めて5点乗ってたんですよ、はい、今期は6点取ってこいよって言ったら取ります、うん、頑張ります、乗ってるフレッシュルーキー、はい、君島選手は先ほど言ったように船足はすごくいいわけじゃない、うん、不安もある、うん、でなおかつ竹本選手は良くなったけどスタートがあんまり速くない、うん、そうですね、中へこむ展開になると3の枕出しが入らないかなと思って、はい、3-1、なるほど、本来なら流しで行きたいところですけど、はい、高橋選手は出てないということなので、うん、4だけ削りました。3が行けばね、ほんといい展開がね、あるんですけど、でもそれよりも6とかのが僕は来るのかなと思ってるので、はい、こういったフォーカスで行きましょうか。はい、あ、もうねまだね、梅雨でね、夏の扉は開いてませんけどねフレッシュフレッシュフレッシュで行きましょう。松田聖子そうきた、打ち合わせでね、また教えとってくださいわかりました、今日の困った時の長谷頼み第11で、本戦の買い目は1番の君島選手から狙い目でフレッシュルーキー吉田選手の抜け出しということで、はい、こちらは3点のフォーカスをいただきました。ぜひ皆様ご参考にお楽しみいただければと思います。さあ、西日本スポーツ杯予選は5日目の第10レースまでとなっております。ぜひ4日目の本日もポイント争いにも注目してお楽しみいただければと思います。ということで本日の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツウォッチの長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。